えー、シグナルスじゃなく、シグナーリス。やっていきます。シグナー、おおすげえ綺麗ほお、これまだ始まってないんだ。あ、すごい目が、目が俺のマウス追ってる。<laughs> ほら、ぬん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 ,ぬん。まばたきもする。ゆりだしい。すげえ。設定さっきやったから、 始める火災火災です。起きて。文字はどうだちょっとちっちゃいから。おぉイラストきれい。今来たみネないらっしゃい。今日から、えー、初見プレイのゲーム。シグナーリス。昔のバイオハザードみたいな固定カメラで進んでいくホラーゲーム。ディストピア SF ほら。おーう。おすごい。ちゃんと思った通りのところ行く。ダッシュもできる。銃とか持ってないのかなお主人公の名前何かも ?S がマップ。W がアイテム。W 診断結果。何の診断結果平常。アクション。まあ、いいか。ん打開おーう開いた。 グラフィックめっちゃいいよね。なんか音聞こえづらいとか、画面が見えないとかあったら教えてください。故障している。故障してるから無理こっちは開けれるでしょ来た道だから。はしご。うん、武器はないのかいこっちもいけるこっちもいける。なんかいけるとこ多すぎないちょっと。高い。なんかある マニュアル、えー、ペンローズ型宇宙船建てマ, <laughs> マニュアル、操縦マニュアル。えー、オイいン人民海軍のペンローズ型宇宙船は、我らの偉大なる国家が成長を続けられるよう、居住、あるいは天然資源の採掘に適した惑星や、えー、衛星を発見すべく、太陽系外で活動する低コストの宇宙調査船である。だから、自分たちの星とは違う場所に資源を取りに行っている採掘船ということですね。 えー、ペンローズ型宇宙船はいずれも地上調査、えー、船舶技師レプリカ。なこの世界はねなんか人間のレプリカにあの危険なことをしてもらうみたいな、そんな感じかな。んなので、主人公はレプリカみたいです。今起きた、目覚めた。コールドスリープから目覚めたのはレプリカの主人公みたい、えー。レプリカを補佐役とするゲシュタルトの偵察士官が操縦する、ゲシュタルトとレプリカが連携するパートナーシステム。 はこれまで無数の偵察計画において成功を収めてきた共同操縦、えー、相互支援によってゲシュタルト士官並びにレプリカ技師は能力を最大限に発揮できるのであるゲシュタルトゲシュタルトってなんか崩壊をイメージするけど、えー、調査船が軌道をスすドライバーによって太陽系外縁営 発射された後はパイロットが操縦室から軌道修正を行いレプリカは、えー、機械類のメンテナンスに当たるだからあれですかねだから外に宇宙とかってなんかすげえ遠いところにあるからなんだろう生きた人間はコールドスリープで寝ててねその間に年を取らないレプリカとかロボットが、ね、船を管理してくれるみたいなそういうことなんですかねあ,あまた呼っちゃった <laughs> あいやいやいや,いや、ね、人間だと年取って死んじゃうもんねえー、なっついらっしゃい いるんじゃない。うん。なんだ。ポン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 。ボッポン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 。ポン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 。なんかしたら開くのかこれは。なんか。冷凍睡眠カプセルの診断システムだ。この中に誰かいるってことじゃないのですかでも。ここしか触れそうなとこないね。どっかに書いてあるのかな。 この冷凍催眠から冷ますあれがパターンが9つのボタンの多分あれだよねどれをつけるか消すかみたいなロックが壊れてるこのドアは開けるねーこっちは開くこれゾンビとか出てくるんかなゾンビとかどこはいける場所どこはいけない場所ここはいけないよね広くないいきなりおおエレベーターっすか <何>めっちゃ段階踏まな,踏まなあかんやんエアロックキーが必要だもうめっちゃボタン押させてなんだよおい <laughs> めっちゃ段階踏ませていけないってどういうことだよ一回言ってくれよじュー番奥まで4回くらいボタンを押したぞ今なんかあるよ写真えー、LDAM 操作パネルに色あせた写真が貼り付けられているお写真を拾いますかはいなんだこれは写真を拾った の写真着陸ドッキング補助モニターも早くい立たない壊れてるってこと宇宙船の操縦パネル表示情報からすると二度と飛べなさそうえー、二度と飛べないってモニター割れてる電気系統やられたんだろうえー落下の衝撃でだから墜落したんだね今墜落した採掘船のコールドスリープから目覚めたレプリカ私です私なんて名前なのこれ 昔に鳥って何 <laughs> 昔の鳥あインサントフィルム撮られてるわ写真。えッ、ー、カしてるが、アリアネ…アリアネアンの姿が映っている。アリアネアン使う。これは使えない。調べる。えー。これアップでできない。のか未アップ見えない。誰かがしに撮られてるこえは、ー、行、えー、けないじゃん。おい、結構来たのに。結構行けないじゃん。 こっちもあるか。後ろの模様はん何後ろの模様ってふわーほ <laughs> ん<本当>だ <laughs>。全然傷じゃなかった <laughs>。左上、右上、真ん中、下、右下をつければいいのかねえ。そういうことよ、みんな。わかった <laughs> そういうことよ。なんだこれえー ペン,ペンローズ、ペンローズ、ペンローズ型宇宙船。ええ、重大なシステムエラーを検知。未知の惑星表面。未知の惑星に墜落しました。クルーステータス、A ・ヤンゲシュタルト操縦士。シグナル未検出。レプリカユニットアクティブ。食道、食道でアクティブ。食道でレプリカ動いてるよ。えう、え、んなんだ。紛着陸により、基、え、幹、え、システムに損害発生。地表、 地方極低音につき、えー、AVA 活動中は保護装具を直用のこと。すげえ、すげえ寒い土地に落ちたって。んなんだこれ、ペンギン。LST、えー、エルスターか。なんか主人公、そエルスターだ主人公の名前。エルスターだ、あらすじにあったわ。エルスター機能修復モジュール。 えー、キクンをはじめとするペンローズプログラム調査船の、えー、船内技師として偉大なる我らが国家に進歩するエル、えー、スタータイプのレプリカには特殊な修復ロジックモジュールが備、えー、わっており RLM 自身およびミッション上重要な装備を迅速かつ容易に修復できる、えー、RLM の使い方タブを押してアイテム画面を開く AD で修復しようするアイテムを修復する F でコマンドメニューを開く組み合わせるのオプションを選んで組み合わせモードに移行する 組み合わせモードになったら2つ目の修復用アイテムを選択する。再び F で2つのアイテムを組み合わせる。レプリカのボディの損傷を修復するときは適切な修復用アイテムを選んで使う。だから今俺、俺、私は壊れてるから直しながらできることが増えていくということですかね。あらゆる角度からオブジェクトを調べることに役立つこともある。コマンドメニューで調べるを選び、選べるモードにやると、はい、アイテムを動かしてあらゆる方向から見ることができる。さっき写真をあらゆる方向から見たから、あれがわかりましたね。 冷凍冷凍の溶き方がこの奥に冷凍がいると冷凍がいる冷凍ヒューマンだからえーとここだよしヒューマンほほほ,ほゾンビゾンビゾンビおらんやんえおらんよ 俺の向いてる方に視点が動く。ちょちょちょ,ちょん。大丈夫おるおるおるおらんよ、誰も。あなんだ冷凍睡眠ポットの中に2つに割れたカードキーが入っている。エアロックキー拾えますか割れとるやんけ、これ。はい。エアロックキーを拾った。これ使えます誰もおらんかったよ。えーと。アイテム選択、こうか。 えペンローズのエロック操作可能にする敷きカードを2つに割れている組み合わせるえー、調べる割れた部分を綺麗に繋げることができればまだ使えるかもしれないほんまでかアロマアルファでもあるのかななんかあったかそんなまだ行ってないとこあるなでもんなんだお汚れた日記帳サイクル57運命から 目覚め、えー、無食堂私は考え、エルスター、操縦、えーな、眺めて、浸って、かない様子だ、時々こ、うこそが叶うのだ。はい全くわからんね。一回読んだやつは全部ファイルに閉じられんのかななんもないですけど。接着剤、これを接着剤をこれは毎回読めるんだ。 カササギってこう書くのかえ、かささぎなの私カサかささぎと書いてるエルスターですか私は。うん。ああるー <laughs> こんなとこにテープあった。接着テープ拾いますかはーい。わからんかった。全然わからんかった。あった。接着テープでいいのそんな。 そんなのでいいのこれポリプロピレン製の透明な圧巻、えー、圧接着テープだー。組み合わせるだー。オレイこんなんでいいんだ。これでいいのこれで直るんだったら全てのカード。OK だろ、これで。全然わからんかった。さりげなく置いてあったなんかボタンか何かかと。でどこでしたっけこっちでしたっけいや、でもいけるぞ、これでやっと。やっと外出れるぞ、みんな。 やったねこれやんねカードキーってはいエアロックキー使います使ったシャーンよきよお出てくれんだ勝手においいねーこのムービー見たいよなやっぱり道中に挿入されるこれ <laughs> 清水明さんが使うやつあほこれは墜落してる資源探査船が資源集めただけなのになんで墜落したんだろうねエイリアンに襲われたのかな船内にエイリアンとかいなかったけどこの船デイ,デイブデイブ小型だよね2人しか乗ってなかった士官と私 ヘア数も少ないしゲスタルト士で私はエルス,スターカササギですエルスターカササギ出ます探検できるえ大丈夫今大丈夫だよねムービー中だよね今 クリックしたらなんか先進むのかあクリックしないと進まんわびっくりしたずっと見てたら何も進まんなんか見えてきたよもう吹雪で視界が遮られとなんだこれデッキ穴開いてはしごみたいなのあるはしごと階段この階段落ちそう <laughs> この階段降りれるかみんな、これ。間が。間がすげえことになってる、これ。絶対落ちる、俺、この階段。間がスカスカすぎる。なんか穴開いてるえ。地中の奥まで続く不思議な穴がある。奥にはかすかな光が見える。穴に入りますかはい。絶対落ちるぞ、これ。だって足、だって踏み外したら、だってそのまますーんだよ。ははははは、すーん。そのまますんだよ。 えー、マウスクリックでいけんだ。キーマウでやってます。なんかキーマウでできるって書いてあったから。コントローラーでも全然できそうだね、これ。おお。おー何ちょマウスでさ、左とか見たらこうなるんだね。なんだこれ。多いの、え多いの王テーブルに古い書物が載っている。私に呼びかけているような気がする。多いの王を開きますかはい。 え、これってなんだっけいやいや、ハスターみたいな。クトゥルフなのかこのゲームは。読み方合ってる多いの多いで。ああ多いの多い。何ピローリー。メッセージ送信準備中。受信準備じゃなく送信準備なのこれ。送ってんの俺、メッセージを。ここからお ミクシアムあっなっ、ね、何 ?170 覚えなくていいこれ別に何ちょこちょこ挿入される何私が何音ちっちゃい第一の細細細入の身になるってたるべきところひそかに 大穴。な、なになに歩く術を学ぶ。血を這うべきもの。読めなくね文字。なんだなになに約束を思い出して。犠牲。約束を思い出してー。なにな血。約束。方向か。はい起きて。なになになにシグナーリス。読めない。 これって、明るさ上げたせいで読めない明るさ元に戻した方がいいレって書いてる。冷蔵庫えなんか死んでる人いない火災あカプ…カプテル1カプセル1はチャイチャプター1みたいなことどうかなー歩く術を学ぶあカササギ石。 カツサ,サギシン、女確信。ああ。<laughs> カツサ,サギは私です。たぶん。かわいい。でもアニメチックだよね。すごい、日本の、えー。え、いきなりなんか、どこよ、ここ。彼女を探してここまで来た。今更引き返せない。過去かな、これは。過去編かな。トイレの個室はどれもひどい状態だ。過去編かな。 あインスタントフィルムで撮られた写真劣化してるかアリーナスソーガーっっ待ってさっきとなんか写真違くない <laughs> あれさっきさっきこんな怪奇人だったっけ映ってたのこの写真えなんか写真変わってねえか高い早くバトルさせてくれ俺にバトルを、うん、地表に通じるエレベーターで戻る必要はないなーにー？ なんかある S23 シェルピンスキーへようこそ。キ君は選抜され、あるいは志願して、えー、AEON の、えー、転勤者対象となり、S23 シェルピンスキーに配属されることになった。太陽系の辺境にある、当たる惑星レンに設置された S23 シェルピンスキーは、新たな門手にうってつけの場所といえよう。う 権威ある我々のちょめちょめ施設にて、キ君は新たなスキルを身につけ、素晴らしき国家の生産的市民へと成長することだろう。キ君はここで、えー、採掘や、えー、鉱石精錬、<ん>そして、えー、弾薬製造に関するあらゆる知識を身につけ、帝国の残党との戦いに寄与するものと期待されている。これは何だ、戦闘のチュートリアルみたいなことかな。 もちろん理論を知ることだけが学習ではない。キ君が職場で新たなる技術を磨く間も、エイオンはキ君の収入確保を許可するものである。家族や友人やかつての同僚が気になるのであれば、プロテクターにえ配給共有について、えー、尋ねるとよいだろう。キ君のレーションマルクの一部を任意の受取人に、えー、贈与することが可能だ。こう家族とか任意を分け与えることができるということ 連起動インターチェンジ S23 シェルピンスキー乗り換えステーションシェルピンスキーへようこそだからもう世界がすごいことになってるんだなこれこれもう何年後の世界なのこれここから入ってきた戻っても意味がないマジかよ受付の窓にテープでカードキーが貼られている人員不足のため新規到着えはえ教室 4C 北東までお越しください受付のカードキーはいありがとうございます カドキ貼られてるぞ。閉鎖箱はい、カドキ。よし、田ヒカルさんってこんな感じだったっけロックされているキーが必要。さっきあったじゃん、キーめっちゃ監視カメラに見られてる。ここはいけるな。なんだ。電、電管、レゲル。何、6の鉄則。6の鉄則を忘れないこと、6個以上のアイテムを持ち運ぶことはできない。 えー、私有財産は特権である。カバンは軽く、ポケットは空に。6個しかアイテム持てない。これですかえ、1、2、3、4、5、6。マジだ <laughs> マジだ。故障嘘だ。故障故障だらけやん。故障だらけやん。マップ。なるほどね。M でマップが一発で控え。開け上なんか死んでますよ。 おいれユニットの泣きらひどい状態だ。その症を受けた外界から感染症にかかった生態コンポーネントが飛び出している、何が起きたらこうなるんだろう。ゾンビとちゃうの。コンポーネントとか言うとるけど。うわ何あ、セーブか。はい。んんはいか。バン。ここでセーブできるって、なんだ。 サービス要請フォーム F29 サービス要請フォーム提出日84214申請者のプロテクター i d エルスター S2309 レプリカステータススタッフ部署ちょめちょめレプリカサービス対象モントテヒター埋め込み式貴重品ボックス天気対象のロケーション教室 4B 詳しい内容教室 4B の壁にある貴重品ボックスですが、暗証番号が常に初期設定に戻ってしまいます。無線放送で暗証番号を伝えるシステムがあっても、マニュアルに書いてある初期設定コードしか開かないのであれば意味がないのではマニュアルに書いてある初期設定コード0000とかじゃなく、常に記録を。 すべてを記録に残すこと、書き残さなかった情報は得られなかった情報と同期である。管理部から正しいフォームを受け取り、こまめにファイルに保存すること。はあ,あ,あい。高い、開けれるんだ。えー、えつん回覧貴重品ボックスの暗証番号について。 プロテクターの埋め込み式貴重品ボックスに用いる暗証番号周波数について少なくとも1名の作業員が把握しているようだこの情報流出に関わった作業員は実行者が特定されるまで尋問されるものと覚悟するように追って通知するまで全作業員の無線放送受信を制限するアドラはあ、制限しないでくださいこっち行っていいの高い無限ループじゃないよねやっぱ広い 武器ないよ武器廊下を走らない廊下を走らないことを周囲への配慮を忘れてはならない誰かが走ればみんなに聞こえるこれはなんか走ったら敵に聞こえるみたいなのあるんかな暗証番号0623何桁なの何桁なの意味ね意味死んだね ここは会議室ですか。武器持ってないんですけど、待って。下開かなかったっしょ。ああ、赤い、赤黒いのは。あれか、なんか入力できるやつだよっていう。お。なんか死のうとしてる。あ。可愛いい。ファンタメイク。 シュタールエルスターユニット。ここから出た方がいい。この施設はもう終わりよ。手遅れになる前に引き返して。なんでなこの女性を探してる。エルスターは私です。かわいい。見かけなかったポニーテールだ。女房がないわ。作業員の一人かしら。くらいだしい。かわいい。にゲシュタルトの作業員は全員この地下の採掘場へ送られた。 まだ生きてるならそこにいるかもね。これ何で何これ石にあれで何これ漢字がむずくて読めん。これどこの制作のゲームだもんね。一つ下の階に行動機のエレベーターがあるけど、管理者のカードキーがないと動からい、ね。くれよじゃあそれ。え、あなたは死んじゃうのこの修理パッチで流血が止まったら私はすぐに出ていく。あなたも脱出した方がいい。その女性が誰か知らないけれど、多分もう死んでる。それでも戻るなら幸運。ウッドラーク。 教室のカードキーないよ。ないよー。教室のカードキーないよー。カードキーくれよ。おい、嘘つき。もう。あ、これ取っちゃう勝ったー、プロテクターキー拾います。よっしゃャー。イェッシー。わかない。これ教室のカードキー。ピープロテクターカードキーね。死ぬなら何か送れー。 死ぬ気はないみたいここは全く見てないから故障また死んでるオイルユニットの死骸だ亡きなぜ放置されてるんだろうなんでこんなとこで死んでんのおっあなんかありそう上の方に、えー、アパチャカード式マイクロフィルムのリーダーだアパチャカードがあればやつないいですアパチャカードって何 パチャパチャシェンプルな救急キットだレプリカ向けの親学品ではないから、どれも私には使えない。マジえこれは何もないの見えない裏、上の方見えないよ、これ鏡だ。でけえ鏡だ。行かれへんえ、何もないのあここか。なんかプロテクター機使える場所あったわ。ごめんなさい。 なんだ何もなしお銃だピストルはいヒロタンセンキューアパチャカードはい銃いろいろ手に入れた、えー、タイプ75ピストルユーザーマニュアル、えー、タイプ75ピストルはショートリコイル方式の、えー、閉鎖機構を採用したオートマチック拳銃で1 0 × 2 0ミリの弾倉を使用する 信頼性の高い、えー、器用なハンドガンであり A4 プロテクター、えー、指揮担当のサイド,サイドアーム標準サイドアームだったかといる。レプリカ視聴者への注意最初にアイテム画面でタイプ70を装備することで照準モジュールの対象となるメイン武器に指定できるこの銃を使用するときはまず、えー、マウスの右スティックを押し続け安全装置を外し照準モードに入る照準モード中は、えー、と左クリックか F のいずれかで発砲できるまた R でリロードの操作を はい重要、弾薬は国家の重要試験であるため無駄遣いは慎むこと目標が倒れたら踏みつけるかバトンを使ってとどめを刺すようにすれば弾薬を節約できるバトンなんて持ってる今私非暴力覚書用語 A4 司令部の指示に従い以下を発表する最近の出来事を踏まえ A4 公共メディア、えー、規則 AGM87 が新設されたこれにより現在複数の A4 施設で使用している著名という用語については今後使用禁止となる該当用語を使用している施設と部署は可及的速やかに変更が行われる予定だ担当者は A4 司令部より用語が正式に発表されるまでに全ての看板や書類から該当用語を塗りつぶしておくことまた該当用語の口頭及び書面上の使用も直ちに禁止する該当用語の使用は国家 侮辱とみなしツーサイクルのシフト倍増化す一朝一夕に対応できることではないが可能な限り迅速な理解と実現を期待する以下を心に刻め世界は言語が形成する完璧な世界は完璧な言語を欲すアドラアドラって誰だうん端末はロックされているパスワードが必要無人の教室、色付きガラスあるいはマジックミラーが見える これは装備ほう自動ロックオンじゃないのかこれはマジうむずそうやんえ、でも敵出てきそうだなよみがえりそうするやっぱりああ <laughs> やっぱりよみがえった怖えー やっぱりなんかブーブブーブ動いたもんなんか<ー>。いや,いや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 。イェイこっち押されてええいえいえい,えいおバトンでバトンでおれ。やったやったよしふぅ やったった。<laughs> おナイフ持ったおお伊藤さ伊藤さん伊藤さーんゲしたらとあ、どうも。<laughs> あ、泣きぼくろ。ナイフで殺したのあなたもここの所属じゃなそうですね。私はいざ。いざ伊藤です。いざ伊藤。<laughs> いざ行かん。いざ。気をつけてください。 おかしなことが起きてるみたいです。いざが名前なのか何があったか分かりませんけど、先へ進むのは危険だと思います。お気持ちを理解できます。私もやるべきことがあるから。じゃあ、お元気で。探してる人が見つかるときいいですね。主人公無口なんだね。いや、え強ないじゃあ、敵をアイテムとか落としたりせんのかなそういうタイプじゃないアパチャカードを使う。あの子が探してた人じゃないの えー、モントテヒタ埋め込み式貴重品ボックス、転機式、えー。この埋め込み式貴重品ボックスは、お医さん公共安全設備規則41および43に準拠した、高密度強化スチール製で転機方式のセキュリティシステムを内蔵しています。えー、製造地ハイマート、製造者モントテヒタ人民公社。えー、使い方、転機で安全。 ん暗証番号を入力します。右下のエンターキーを入力します。暗証番号が正しければ緑のランプが点灯します。左のダイヤルをひねると扉が開きます。入力した数字を削除する場合は左下の E を押してください。えー、初回設定。初回時の初期設定暗証番号は、えー、2045126桁。絶対当たらん。えー、つ,つ,おつおしこいつ。<laughs> つおしこいつで扉が開きます。えー、扉が開いている間に希望する えー、暗証番号を天気で入力します。エンターキーを10秒押し続け、緑のランプが点灯するのを確認ください。はい。通しこいつ。ねえ、初めて会ったのになんで話人探してるって分かったのか。分かんないけど、違うのアリーナそうじゃないのあなた。ねえ。秋袋。んー、画質が荒くて見えん。<laughs> 画像が荒くて見えんから、別人だと思います、多分 画像が荒いものえっ、ー、とお願いします204512トんンっちょよしやっとわかったーこれの番号がなんじゃこれーなんだこれえ読めなくていいの教室のカードキー拾いますイェーイこれはいいんだめっちゃなんか書いてあるけど これ、韓国のやつなのかなハングル文字書いてない気のせい韓国製なのかなこの作品。あいなくなってるなんかあるシュークパッチを拾いますかはいシュークパッチ拾ったイエーイシュークパッチ個別にパッケージリングされた凝固材入りの粘着パッド、えー。損傷部をカバーできる。一定時間かけて体力を消回復する。やったー でも俺使えないんでしょこれ。教室カードキー。渡りにパンダコッテいらしゃみんないらっしゃい。なんか穴開いてるー。穴開いてるー。教室に何かあると思ったら穴があったよー。穴だけ、穴だけです。この先面白いぞ、でもみんな。地面に穴開いてる。飛び降りても大丈夫そうだ。はーい。行く前にセーブしたかったです。ソーー。火災。 えなんか武器持って徘徊してる。えうわぁ、肉切り包丁マンだ。怖肉切り包丁マンがいた。肉切り包丁マンが。天井崩れてる。セーブさせてくれい。セーブさせてくれい。もう後戻りできねえし。やんべぇ。ひや。